チャールズ・ディロン・パーラインチャールズ・ディロン・パーラインはアメリカ生まれでアルゼンチンで活躍した天文学者。オハイオ州に生まれた。1893年から1909年までリック天文台で働いた。1909年から1936年まで国立アルゼンチン天文台で働いた。1901年にジョージ・リッチーと共に ペルセウス座の1901年の新星の周りの星雲の見かけの速度が高速を大きく超えて観測される超高速運動を観測した。1904年にヒマリア、1905年にエララの2つの木星の衛星を発見した。これらの衛星はジュピター6、ジュピター7に呼ばれ、名前が付けられたのは1975年になってからである。18D パーライン・ムルコス周期彗星はじめいくつかの彗星の共同発見者となった。アントニーン・ムルコスは小惑星をペリーヌと命名した。アルゼンチンの天文学研究を組織し、大望遠鏡の建設を推進したが、大望遠鏡の完成は、パーラインの引退後の1942年になった。1936年の引退後もアルゼンチンに、泊まり、アルゼンチンの S。 ビラゼネラルマイターで没した。アルゼンチンのコルドバに葬られた。ありがとうございます。